楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。北杜市小淵沢町にある釣り堀、フィッシングエリア山里で釣りを楽しんでいるのが、釣りが好きすぎて自分の会社を立ち上げた伊藤彩さん。物心ついた頃にはもうなんかやってたみたいですね。最初は普通の水遊びから始まってんで、あとはじゃあ網持って素潜りで魚取ってみたりとか、そういうとこからで最終的に釣りに行き着いたっていう感じですね。何か捕まえることが好き狩りが好きみたいな一番の魅力はこうやっぱ魚との駆け引きで、魚がかかった時こう引っ張って引っ張られてのこれがすごい楽しいな。あとは釣った後も自分で調理して食べれて、そこまでがもう釣りの楽しみかなって思います。もともとジュエリー関係の仕事をしていましたが、釣り好きが高じて、実は4年前に釣り人のためのフィッシングアパレルブランドダイヤスケールを立ち上げ、ステッカーや T シャツなどのデザインを手掛けています。またクラウドファンディングを行い、縁起物とされている魚の骨タイのタイと入れ食いの語呂合わせをデザインに組み込んだペンダントを作成、釣り人の安全祈願や大漁祈願のお守りとして注目を集めています。ダイヤスケールっていう直訳すると、まあ、ダイヤモンドの鱗っていう意味になるんですけど、まあ、普通釣り具って竿とかリールとかルアーとか物理的に魚を釣るっていう道具じゃなくて、釣り人の釣りに対するモチベーションを上げるっていうためのそういう精神的な意味でのサポートする釣り具っていうコンセプトでやってます。やっぱり水辺は常に危険が多いで、まあ、釣り人のお守りになるような大漁祈願とあとは長江安全を込めたそういう商品を作りたいと思って。釣りをこよなく愛する伊藤さん、最近では釣りだけでなく釣りをする環境を守るため、静岡県のフィッシングボランティアが行っている清掃活動に積極的に参加しています。まあ、釣ってるっていうよりかは釣らせてもらってるっていう、まあ、そういう感覚で行ってます。まあ、これからも釣りが快適にできる環境をまあ守りながら、山梨のそういう釣り場とか、まあ、そういうのも紹介していきたいし、釣りってこんなに楽しいんだよってそういうのを、ね、発信とかしていけたらなって思います。釣りを愛することは川や海を愛すること、感謝の気持ちが海の環境を守る第一歩なのかもしれません。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルにはありますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。